両チームの選手が現在入場しています。まあ、その丸山が長期離脱ということで、ここはファールなし、マルティノスと吉田のマッチアップでしたが、うん、さあマセがここまで上がってきて、中に前だ、さあマルティノス、マルティノス、ランゲラック、マセのクロス最後合わせたのはマルティノス、そしてランゲラックナイスセーブ。ここ吉田とマルティノスが競り合ったこぼれを志村拾ってね、まあ、マセがいい上がり、ここマルティノス完全にフリーでしたね。米本西村のマッチアップですが、さあ西村から皆川、マルティノス、マルティノス、ホギーニョが追い越して、マルティノス右足のシュート、今シーズン公式戦3ゴール目。まあ、これ仙台の方が逆に相手陣内でこうボールを奪って、皆川もこれワンタッチで落としたボールで、このホギーニョのこのオーバーラップ、これが結構効きましたね。これでちょっと、木本吉田が少しねこれ釣られたんで、右流れたまま右足振り抜きましたけど、うん、ちょっと当たってるんですね吉田に。柿谷落ち着いて右に成瀬に開きました、はい、その右に前田、そして成瀬マイナス、うん、前田こぼれて、まあ、スローギ君もおそらく山崎がちょっとねブラインドになったと思うんですけど、はい、よくデリベカルどうぞ、ボールを収めました。さあ西村、うん、西村が走る、木本が合う、さあ西村中入れてカルドゾー、これスペースへ流れた西村、素晴らしいスルーパス、これよく見てましたね西村をね。吉田、さあ森下にボールが渡ります、前田が呼んでいる、面白い、相馬、相馬こぼれて、ここは薬物装備区、見事なキャッチ、うん、まあ、ただね、まあ、ダイレクトで打ったんで難しかったですけど、正面行きましたね。ただやはりいい反応してますね、右手一本。